メロコが言うのもわかるさ。今、あいつに生きる希望を与えるなんて意味のないことだって。もうすぐ寿命が尽きるっていうのに。でも、だからといってこのままじゃダメだ。こんなの。でも、あいつの笑顔は全部英知のために。英知に会いたいという思いが溢れていた。あのバカ野郎、美月に会うまで生きてろよな。あの笑顔は全部英知のものなのに、そのお前が死んでちゃダメじゃねえか。くそー、ったく、なんで俺は死神なんかなっちまったんだよ。なっちまったんだ。綺麗なお花。すみませんね、ちょうど眠ったところなんですよ。気にしないでください、様子を見に来ただけですから。でもよかった、落ち着いたみたいで。グッグ、早く良くなってね。じゃあまた来ます。あ、お帰りなら玄関まで。そんないいですよ。まあそのくらいは。お前が気にしてた二人はもう大丈夫みたいだぜ。なのにお前の心はどこ行っちまったんだよ。あの雪と一緒に凍りついちまったのか。俺の言葉はお前には届かないのか。美月、目を覚ませよ。目を覚まして歌ってくれよ。もう一度くらい一緒に歌おうぜ。なあ美月。あっ、今の生きてた時の記憶。今の状態で記憶を取り戻すとどうなるか知ってるよね。幽霊になってたった一人でさまようことになっちゃうんだよ。なんで急にこんなこと思い出すんだ。死にたくなかった。本当は死にたくなかった。なんでだ、なんでこんなこと感じるんだ。なんで涙が出るんだ。なんでこんなに悲しいんだ。俺が生きてた時何があったんだ。タクト、どうかしたの、タクト。うるさい。俺を一人にしておいてくれ。タクト、何考えてるの？わかんないよ、タクトの考えてること。嘘、わかってる。タクトが美月のこと好きだってことくらい私にだってわかってる。辛いよ、私の何がいけないの。教えて、お願い。君はこの想い気づいているのかな。一度も言葉にはしてない。遅かったね、めいちゃん。もっと早く来ると思ってたよ。
何が何だか分からなくなっちゃった。泉くん、私の話聞いてくれる？もちろんだよ、姉ちゃん。あの子を寿命まで生き延びさせるのがこんなに辛いなんて。なのにタクトはこんな私の気持ち全然分かってくれないの。で、何をためらってるの？姉ちゃんらしくないな。どういうこと？まあ、期日を守るのが僕たちの仕事だけどね。でも、姉ちゃんのためだったら僕が代わりにあの子の命借り取ってあげてもいいんだよ。お前一体何考えてんだ。よりによって泉に頼むなんて。じゃあ他にどうしろっていうの？もう私わかんない。どうしたらいいか。メロコ、このままじゃみんな不幸になる。もう見てられないの。嫌なの。何もかも辛いのよ。次回フルムーンを探して、泉の誘惑、お楽しみに。